1948年ノースウッド空中衝突事故は1948年7月4日の現地時間15時3分にイギリスはロンドンのノースウッド上空でイギリス空軍のノーソルト基地へ向かっていたスカンジナビア航空の DC-6 と同じくノーソルト基地へ向かっていたイギリス空軍第99飛行隊のアブロヨクシー1が空中衝突資料機とも墜落 双方の乗員乗客39人全員が死亡した事故である。この事故はスカンジナビア航空にとって最初の重大事故であり、当時のイギリス国内で最悪の航空事故であった。スカンジナビア航空の便はスウェーデンのストックホルムブロンマ空港からオランダのアムステルダムスキポール空港を経由し、イギリスの RAF ノーソルト基地へ向かう定期国際便であった。 事故当日の便には1948年初頭に初飛行を行った登録記号 SE ブダ、愛称ギーナーバイキングの DC-6 が充当され乗客25人と乗員7人の計32人が同乗していた。登録記号メガワット248のアブロヨークシー1はイギリス空軍第99飛行隊が保有しており、事故当日はマルタの RA 会。 ルア基地からノーソルト基地への輸送任務を遂行中であった。搭乗者は乗員6人とロンドンへ戻る途中のエドワード・ゲント連邦高等弁務官の計7人であった。事故当時のノーソルト空域はスカンジナビア航空機とイギリス空軍機の他により高高度を飛行していた2機の計4機が飛行していた。各航空路は500フィートの間隔を持っていた。この空域は 都市圏の航空交通管制により管制されており、航空交通管制は気圧測定を発行し航空機が高度計を同期させることを可能にしていた。また、事故当時の天候は悪かった。現地時間14時12分、ヨークシー1はレディング近郊のウッドリー上空で高度5000フィートで都市圏の管制空域への侵入を許可された。14時38分、ヨークシー1は 高度5000フィートを維持しつつ、ノーソルトで旋回を行うことを指示された。14時45分、DC-6 は高度2500フィートへの効果許可を得た。14時50分、y o r k s 1は高度4000フィートへの効果許可を得た。14時52分、DC-6 はちょうど2500フィートを過ぎた。このまま効果を続ける。と報告した。管制官は、 高度2500フィートまでの降下許可しか与えておらず、降下を続けることはできないと伝えた。事故機の類似機体である、イギリス空軍、アブロヨーク DC-6 の報告から3分後の14時54分に、ヨーク C1 は、高度3000フィートまで降下した。14時59分、DC-6 は悪天候のためアムステルダムに、ダイバーとすることを決定したワーカンセへこれを、 報告した。DC-6 は、完成空域離脱まで、高度2500フィートを維持することを指示された。y o r k s 1からは14時45分以降に、一切の更新がなく、15時5分に完成間は、y o r k s 1に、高度1500フィートまでの降下許可を与えたが、返答はなかった。y o r k s 1への降下許可は、DC-6 が衝突する。 可能性のある空域を抜けた1から2分後に与えられたが、両機ともに管制官からの最後の指示に従っていなかった。ヨークシー1への降下許可が与えられる2分前の15時3分、ノーソルト基地から北へ約 6.4km の地点で、両機は空中衝突した。民間航空省の捜査官は後に、ヨークシー1が上昇中の DC-6 の上に、 覆いかぶさる形で衝突したと報告した。衝突時、DC-6 の右翼が、ヨーク c ー1の胴体を切断し、ヨーク c ー1は、尾翼部分が脱落した。事故機と同型機のスカンジナビア航空 DC-6 両機は、制御不能に陥り急降下機に衝突したい派炎上した。駆けつけた、消防隊員が火災を鎮火させたが、ヨーク c ー1は、 墜落時の衝撃で完全に大破しており DC-6 は方向だと水平尾翼を除くほぼ全体が大破していた。ヨーク c ー1の乗員6人と乗客1人、DC-6 の乗員7人と乗客25人全員が死亡し、総死亡者数は39人となった。この事故は当時のイギリス国内で、 最悪の航空事故であり、空中衝突としては、現在においても、国内最悪の航空事故である。この事故は、現在国内の航空事故として15番目に、重大な事故とされている。また、スカンジナビア航空にとって、創業以来初の重大事故でもある。その他、DC-6 としては4番目の全損事故であり、3番目に、重大な事故であった。 事故の一週間後には公的調査が開始されることが発表され、調査はウィリアム・マクネアをトップとして1948年9月20日に開始された。調査報告書は1949年1月21日に発表された。ある結論では、ノーソルト地区での500フィートの高度間隔では安全域が不十分であり、 都市圏管制区域では1000フィートへ広げることが推奨されていた。報告書はまた、1948年5月に管制区域内の高度1500フィート以上の航空機に導入された高度計の標準設定と1ミリバールの気圧を設定する際の誤差によって28フィートの誤差を生んだことを論じている。1940年代の RAF の恐ると基地周辺の空撮写真航空交通管制システムが満足のいくものであるとの調査は満足されたが、それは事故の一因となったかもしれない3つの運用上の誤りを引き起こした。具体的には航空交通管制が地域 QFF としてパイロットによって解釈されたかもしれない地元 QFF をイギリス空軍機に伝えたこと。 航空交通管制がスケジュールに従って地域 QFF を送信しなかったこと、スカンジナビア航空機の乗員への不完全な QFF の送信を行ったことの3つが強調された。裁判所はスカンジナビア航空機の乗員のコード入力間違いの証拠を認めなかったが、誤った QFF によってコード計が1ミリバール間違っていた可能性を指摘した。また、 適切な無線通信手順に従わなかったという証拠があったが、それはおそらく事故の要因とは無関係であった。報告書はイギリス空軍機の高度計が地域 QFF よりもずっと高く設定されていた可能性が高いと述べた。これは以前に送信された誤った QFF を使用したか、高度計が依然として標準の平均海面気圧に設定されていたことが、 原因であるとされている。結局、どの証拠も衝突の原因を確立するまでには至らなかった。しかし、調査裁判所の見解では原因はおそらく上記の要因のうちのいずれか一つが原因であるとしている。また、航空交通システムは満足のいくものであったが、関与した手順の全てが手順通り正しく行われたようには見えなかったことにも留意し、 以下の一連の推奨事項が発表された。当時、航空管制では飛行高度の問題について議論がなされていた。これは主に着氷の問題に焦点を当てていたが、この事故により航空機関の高度間隔が狭すぎるというリスクに目を向けさせることとなった。調査が終了した1948年11月、民間航空省は、 完成区域内の航空機関の高度間隔を500フィートから1000フィートへ広げた。ありがとうございます。